今日のご理解です。池上金光大臣よしえより。ご理解第42節。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心してゆけば、そこからおかげが受けられる。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心してゆけば、そこからおかげが受けられる。大坪宗一郎氏ミニご理解あり。一つ、そこからの信心が力になるのであり。二つ、そこからのおかげが本当のおかげである。三つ、足りぬことばかりの私に気がつくとき、まことの信心の姿勢ができる。四つ、このようなとき、教祖様ならどのように受けてゆかれるだろうか、と思いをそこに置くとき、おのずと新たな道が開けてくる。一つ、そこからの信心が力になるのであり。二つ、そこからのおかげが本当のおかげである。三つ、足りぬことばかりの私に気がつくとき、まことの信心の姿勢ができる。四つ、このようなとき、教祖様ならどのように受けてゆかれるだろうか、と思いをそこに置くとき、おのずと新たな道が開けてくる。魚釣りは船釣りに始まって船釣りに終わるとも言われるようですが、信心の場合は願いに始まって願いに終わるとも言えるのではないでしょうか。それは自分自身の願いが、いわば自己満足的な願いが成就することを願う信心から、人のことを、果ては天下国家のことまでも願えれる願いへと成長し、そしてそれがいよいよ神様の願いが成就することを願えれる信心に進展していくということではないでしょうか。その願いというものが成長していかなければいけないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。